会場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。宮城県仙台市で活動しております縁の日と書いてよすがと申します。私たち2023年4月にチームを結成してから、今日この日のためだけにただひたすら走り続けてきました。結果は及ばずでしたが、いろんな会場でいろんな皆様との縁を紡ぐことができて、本当に本当に素敵な2日間だったなと、とっても感謝の気持ちでいっぱいです。そして何よりメンバー20人誰一人欠けることなく、今日、伊達リウムを残してですが、この会場を迎えられることができて本当に良かったなと思っています。チームコンセプトの通り、今目の前にいる皆様に感動を全力でお届けしようと思います。それではよろしくお願いします。捧ぐは我が誠の心。その信念は誰が食べ。